同じ電車だったのかな。うん、そっか、おかえり。うん、お父さんたら何度押したって同じだよ。ただいま。お父さんも一緒だよ。お帰りなさい。お父さんどうかしたの？何今の？お父さんたらドア閉まるの待ってられないのよ。ゆっくりゆっくり閉まるから。さあご飯の支度しよう。お腹すいた。お父さんお風呂？うん。見てゆずひこ、新作なんだ。うん。タオル地のテディベアなんて珍しいでしょ。お父さん、お風呂もうすぐたまるから、ちょっと待ってね。あれ、お父さんならもうお風呂入りに行っちゃったよ。お父さん、まだお湯たまってなかったでしょ。待ってられるか。もう、あとちょっとでたまるのに。サラリーマン、辛いよね。お父さんには困っちゃうね。どうしたの？お風呂まだこれくらいしか溜まってないのに、もう湯船に浸かってるのよ。それじゃあ温まらないじゃん。ねえ、案外せっかちだよねお父さんって。さっきも無理やりドア閉めてた。まあね。あ、今日お好み焼き今ひっくり返したばっかりだから、もうちょっと待ってね。はーい。早く焼けないかな。おい、まだか。あとちょっと。それ貸せ。え？お父さん、焼いてくれるの？けちゃ潰れちゃうよ。そうだよ。こうやって薄く伸ばした方がすぐ焼ける。もうせっかくふっくら焼けてたのに。ねえ、まだ早いんじゃない？ひっくり返すの。そうよお父さん、まだ中の方焼けてないってば。もう平気だ。もうだから言わんこっちゃない。ああ、ボロボロになっちゃった。うそ。お父さんたら、そんなにベシベシダメよ、もう。もう待てん。立花と言いますが、柴田さんはいらっしゃいますか？はい。you
何で拭いてんの？知らねえ。まあ、これ今一番お気に入りなんだから。はっはっは。まったくもう。もしもーし、もしもーし、どなたですか？もしもし。切れちゃったの？ねえ、お父さんって待つの苦手なのかな？せっかちっていうか。そうでもない時もあるんだけどね。待つ時はとことん待つっていうか。おい。おい。これ昨日の新聞、今日のは？ちょっと待ってて、すぐ洗い終えるから。お母さん、お父さんずっとあのまま待ってるよ。ね、待つときはとことん待つでしょ。本当だね。あんな風に待たれちゃ、こっちが焦っちゃうわ。もうせっかちな人だか気が長い人だか、どっちなんだろうね。あたしんち、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 あたしんち。情熱の赤いバラ、そして